もう少しかな。ちょっと。驚いた。急に話しかけてくるから。はあ。あら？あなた怪我してるの？そういうわけではなく。気をつけてね。この一帯はもうアサシン組織の領地よ。アサシン？何？鍵？いや、剣？あなた、落ち着いて。アサシンなんて、いません、出ません。滴る血の方向、闇に光る刃！女、私をそこに案内しろ！そんな、私というものがありながら。この、泥棒猫を、バラケルズを渡さない。やっぱり、そうなるのね。そんな気はしてたけど。殺し足に自発的に対応してくれない。難しいと思うぞ、それは。Heaven or Hell! Final! Let's rock! No! Hey! 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 ゴー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 、お世話に役に立つ。 You win!来たか。待ち構えてたってことかしら。こちらに向かっているという報告は受けていた。だがあえて、これ以上の追手は出さずにおいたよ。やはり、我々自身の手で決着をつけるべきと思ってね。それがあなたの美学？私には理解できないけど。では、なぜまっすぐにこの場所に来た？あなたを殺せば、組織は自然と瓦解する。そう思っただけよ。どうかな？もはや、アサシン組織は完全に復活を遂げた。私がいなくなれば、再び別の長が現れるだろう。そして、組織は永遠に続く。それこそが私の願いであり、希望であり、生命そのものだ。そうやって、いつまでも組織にしがみついているつもり？この組織だけが、証明なのだ。ザトウの。もはや多くは語らん。行くぞ！退屈せずに済みそうね。Heaven or Hell!
Final! Let's rock! 行くぞ。どう？無駄無駄。アフェン。なぜとどめを刺さない？してほしいの？これ以上、私に関わらないで。それを約束するなら、命までは取らない。甘いな。そうかもね。お前はあの方に似てきた。よして、そんな話。じゃあね。